こうやって聞くとですね、もう本当頭おかしいと思われるんですよ。はい、どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。 LINE がですね、もう僕らの間ではもう9割ぐらいの人が使ってるんじゃないですかね。で、まあその LINE なんですけど、なんか初めは LINE やってるとか言って、 LINE やってるって言って、まあそうやってこうどんどんですね、 LINE が広まっていったわけなんですけど、まあ今どうですか、 LINE 既読スルーだとか、なんかいろいろこうめんどくさいこと多いですよね。いや、すずめさんたちには LINE の友達とかいう概念がないから、君たちは楽だよね多分。ああ、 LINE の友達っていう概念がないから君も楽だよねね。ああ、僕はそういったこう LINE のあのこうめんどくさいんで、マックス多い時は、560件ぐらい、はい、いました。友達と呼ばれるリストがですね、560件ぐらいありました。はい。で、その中で、じゃあ、本当にこう、中身のあるやり取りをしているのはどれくらいかっていうと、まあ、大体、3、4人じゃないですか。会社に入ると、もう大学の時の友達とはほとんど連絡しませんし、起業してからは会社の方とはもう一切連絡しなくなりました。で、その、久しぶりにそういう友達リストを見ると、ああ、懐かしいなとかなっちゃうわけですよね。で、そこでもう、気持ちとかマインドとか、その時の状況とか、こう思い浮かんで、その状況に浸ってしまう。で、気づいたら10分15分経っている。あ、仕事しなきゃみたいな。まあ、365日続けたらどれぐらいの時間無駄にしちゃってるかって感じなんですよ。なので、僕はですね、LINE の友達をですね、消しました。はい。実際ですね、僕の LINE のリストはこんな感じになってます。友達6って表示されてます。はい。なので、本当にですね、僕は友達を、まあ、消したんです。こうやって聞くとですね、もう本当頭おかしいと思われるんですよ。友達を消すとかもありえないとかですね、なんかそんな非人道的なことしていいのかっていうふうに思われるんですけど、まあ正直ですね、僕もかなり抵抗感が初めありました。本当に消しちゃっていいのかなとか、久しぶりに会いたくなった友達、女友達から恋人関係になるかもしれないみたいな、まあそういうですね、可能性とかもあったんですけど、それよりも、仕事に集中したい、お客さんを大切にしたいっていうことから、僕は消したんですよ。で、そしたらですね、面白いことがありまして、まあ、仕事の人たちと、こう、だんだん繋がるんですけど、仕事の人たちはですね、何をやってるかっていうと、チャットワークなんですよ。はい。LINE じゃないんですよ。仕事の、その依頼だとか、入ってきて、価値の受け取り合いというか、すごい充実したですね、日々を送らせてもらってます。なので、すごいですね、友達を消してまあよかったなっていうふうに、まあ、僕は思ってるわけなんですけど、友達を消すっていう表現があれなんですけど、まあ、友達とその距離を置いた分ですね、そういう仕事の人たちが思いっきり入ってきたんです。なので、もしですね、この動画見てて、その友達のそのリストなんかこう煩わしいなとか、人間関係めんどくさいなって思ってる方はですね、で、あとはそのなんか断捨離に興味がある方はですね、ぜひ物の断捨離だけじゃなくて、そういう友達リストの断捨離みたいな、人間関係の断捨離もやってみてはいかがでしょうかというお話でした。もしこの動画が参考になりましたとか、ドン引きしましたというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンを押していただけるとすごく嬉しいです。はい、ということで、今日も動画をご覧いただきありがとうございました。